はい、簡単です。アルタミラの M30D ですね。14フレットジョイント、オール単板モデルになります。アルタミラの M30 と M30D、この2機種ですね、オール単板は入荷しました。トップスプルースのサイドバックがこんな感じで、ローズウッドになります。ちょっと黒めのローズウッドの、カラーになってますね。ちょっと見えるかな。でバックがこういう感じです。でネックはヒールが薄くなっているセルマスタイルとって、こういう感じになってます。でネック以前は結構こうなんて言うんでしょう、ファビーのスタイルというか結構こうがっちりと角張ってたんですけど、今ロープレーンになってるんですよ。そのために引きやすくだいぶなりました。で私の意見も聞いてくれたんだかなんだかはちょっと不明ですけど、良くなってます。であまりここが薄くないんですね。なのでしっかりと握れるジプシースタイルが楽しめる。今指でちょっと弾きます。軽くですよ。やはりオール単板の強みというんでしょうか、コロコロしてて、しかも前にダーンと出る、ダーンと出る感じは、やはりオール単板では、しか出ないようなサウンドというような、音がいたしました。はい、とっても、このギターは20万円を切るオール単板モデルとしては、もうぶっちぎりのトップの今、世界シェアをして、おそらく、取っているギターだと思いますね。トップのアーチもバックのアーチもやはりちょっとこう合板モデルなんかと違う、いい感じのスタイルを取ってますので、引き込んできた時のサウンドメイクがとっても楽しみな一本ですね。でフレット処理も最初からとっても綺麗な状態に仕上がっておりますので、弾いてて痛い感じも全然ないし、ツルツルしてます。はい、なので品質向上がとってもできているギターですね。こんな感じで、アルタミラの M30D 14フレットですね。ぜひ、ご購入いただければと思います。タンタンでした。バイバイ。